大学ランキングを紹介したいと思います。はい、学歴って暴論がね、大事になりやすいんです。一応一つの参考に、受験生にとっては大学選び、社会人にとっては人事業務の参考に、月間ちゃんにとっては結婚相手の選別基準に。うん、そうだ。そうなんですか。いや、学校ではね、選ばないかな。大学生の時は彼氏はこういう学校の人がいいなとか思ってましたけど。慶応かっこいいですよね。私慶応好きじゃん。敵に回しちゃう慶応って。違う違う、そういうわけじゃない。どこが忘れたかな。なんで面白いじゃん、バカだから。バカってそれはバカじゃないよ。じゃあ言いますか。はい。まず、上から SS ランクが一番上ですね。この辺り文句なし。文句ないですよね、そりゃそうですよ。S ランク、国立が揃ってるって感じかな。うん。東京工業大学知ってます？知ってる。これは一個上に上げてもいいのかなっていう気もするんですけど、早稲田上位もここに入りますね。うん。慶応。うん、次は A1。ここも、まあ、有名な国公立中心と、あと早稲田、慶応の会、上智が入ると。慶応は SFC だけ例外なんですね。うん、なんで？できた時は期待が集まってたんだけど、そうでもなかったみたいな感じだった。湘南藤沢キャンパス。スーパーファミコンじゃないですよ。スーファミの世代じゃないです、私。ひまちゃん大卒ですか？はい。出てきますかね？いや、女子大なので私。ちなみにスタッフの大学も出てきました。ああ、そうか。よかったな。A2 ランクいきます。どうですか？いいんじゃない。京都工芸社員って知ってます？知らない。もうなんか知名度ないんですけど、いいとこみたいですね。そうなんだ。中央大学法学部のここに来る。え、そんなに低いんですか、そこって。まあ、早稲田慶応の次ぐらい。そういうもんなんだ。もっとなんか、すごいいいのかなと思ってた。そう？うん。B1。これは地方国公立って感じですね。うん。なんか、芋感が出てきた。そういうこと言わない。そう、私の大学なんか出てもないからね。けどなんか、親しみが持てるような大学の並びになってきました。県立層。そう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 、そういうイメージ、そういうイメージ。東京理科大もここ。あ、そうなんだ。右も同じような感じかな。地方の高校率とか、ちょっとよく分かんなくなってきちゃった。 B3。 ここのあたりになると知らない大学もありますね。岐阜大とか大阪教育大学。よく分からないな。 C1。 これ何？なんて読むのそれ。都留郡。え、そんな郡で読まないでしょ。外国人の名前を漢字にしたサッカー選手みたいな。うん、そんな感じ。あとお相撲さんにもいそうで。在校生怒ってますよ多分。ごめんね、そういうわけじゃないの。ね、怒らせたと思って言ってるわけじゃないの。でも青学と関西学院大学。関西学院っつったらあれだよ、どっかの監督みたいになっちゃうよ。ですね。そんなにあるんですね。うちの大学はね、出てこない。まああとざらっとある感じですね。下の方が E3 で、その下が一番最後 F ランク大学。F ランクでした。出てこなかった。出てこないですね。女子大らしいね。有名な女子大じゃないと、そういうところに組み込めないんですよ。だって世の中の女子しか選べない学校ですからね。女子大ってどこが一番上？お茶の水は？あ、お茶の水が上でしたね。そういえば書いてありましたね。 A1 ぐらいにお嬢様って感じですよね、イメージ。お茶の水高いね。筑波と一緒ということでした。はい。参考になりましたか？参考になったかな。まあ、けど、ね、出会ったね、もし男性が、この中の大学だったら、おっとなるかもしれない。ならないな。大学ってたくさんありますからね、今ね。今の時代ね。この中に入ってない大学の方がほとんどだと思うんで、肩落とさないでください。けど、これでいろいろね、人生決められちゃったら、嫌ですよね。仕事とかね。あ、そうそう。仕事しだしたら。関係ない、関係ない。関係ない。仕事しだしたら、もう、あとは実力ですよ。YouTuber なんかは本当に関係ないと思う、学歴は。ちょっと頭の悪さ露呈してますけど、私の動画で。の方がいいかもしれない。あ、本当？面白いから頭悪い方が。ということで、学歴ランキングの紹介でした。はい、なんか参考にしてみてください。